今回紹介するスレはこちら。サーシャって不憫な娘だな。上司からセクハラされる、強制的に天使を降ろされる、フィアンマに捕まえられる、と散々だし、所属してるアナイアレイタスの幽霊狩り云々は描写されることもなく、出番も少ないけどオケヌスとの逃避行を見届けた数少ない一人。コミカライズでエンジェルフォール編丸ごとカットされたのも響いている。姫神の話もそうだけどカットしすぎてよくわからない変な人になってるのがね、あの話何回ではあるから向いてないのかもしれないが。まあ、ミコトやアクセラレータメインの話の方を優先しろというガンガン編集部の判断もわからなくはない。ワシリーサだけならまだしもセクハラに号泣がいる。この子の服自分から望んで変態ド M 服着てるわけじゃないのかわいそうすぎる。そのせいで服指摘すると怒るのかわいい。これもすべて上条東也のせいやで。ミーシャ、ミハイル、カッコロシアの男性名。のせいで男の子疑惑まである。ロシア正教自体あんまり話に関わらんね。本編で上条さんに会って話をしたことあるのに新薬獣館で外見しか面識ない扱いにされてるのが一番不憫。上条さんに脱がされなかった人、拘束着も冷蔵だから。触ったら即全裸になりそうなもんだがね。見境妹と同じく喋るとき長いから尺殺しも。アナやレイタスはあらざるもの専門なのに、この子腰にハンマーやノコギリとか持ってて武器にしてるけど、役に立つのか疑問に思う。拷問器具の意味を抽出して傷つけたり、苦痛を与える魔術だから肉体の有無は関係なかったはず。そういう概念的な存在にも拷問魔術が通じるのか、知らなかった。いくら得意体質だとしてもガブリエルと人格シャッフルなんてよく耐えられるもんだなーって。この子もそうだけどヒューズカザキリもよくわからん。序盤にスケール大きすぎない？一応拘束着も続けてれば過去から現在まで拘束されているっていう事実を抽出して敵に使えれば成人ですら絶対に抜け出せない拘束魔術にできるとは思う。旧約 SS のワシリーサとサーシャの会話的にサーシャはその辺の発想は一切なさげだし、ワシリーサの趣味も8割はありそうだが、サーシャのお目目綺麗だけど普段出さないのも不遇だと思う。Y が中学生の頃エロい性が性癖になった理由。アナやレイタスの仕事が幽霊鬼火水子とかを退治する役目なんだけど、御用命跡であったらどうなるのか気になる。格ゲーで強いのでよく使っていた。ウイハルもルチアもそうだけど女の子キャラやたら同性からセクハラされがちなとある世界。今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。